突然ですけど井村さん、突然何なんですか賀来さん。ちょっとね、我々の、なんつったらいいんですかね、何、エンディングテーマってあるじゃないですか。エンディングテーマ、なんか普段オチっぽいこと言った後に流れるやつあるじゃないですか。オチっぽいこと、ちょっと何を言ってるかわかんないですね。いやもういいよ。え、これあるじゃないですか。何今の。これをちょっと変えようかなと思って。変える、これを、これを変えます、でちょっと代わりの曲を見つけてきたんで。代わりの曲、そうです。もうちょっと流れちゃってますけど。流れちゃってるよね。なんか聞こえるよね。流れてますね。これですか。これです。これを新しいエンディングにしようかなと思って。これさっきの曲の代わりになるんですか。そうです、その代わりになります。長くないですか。まあちょっとイントロ確かに長いんで、長いイントロ、オチっぽいことを言ったらバシッと歌が始まるみたいな、ね、歌がある。あります。だからこう喋りながらこうイントロが流れて、でオチっぽいことを言ったらそれきっかけでバシッと歌に入るみたいなね。え、どういうこと。だからやめさせてもらうわ。え、こういうこと。え、どういうことだよ。今後毎回このシステムでやっていきますから。嫌だよこんなシステム。なんだこれ。ちょっとうるさいです。ちょっと曲を聴いてください。うるさいってなんだお前。じゃうるさいです。もう終わってるんで。エンディングなんでこれ。エンディングの方が長くなるわ。エンディング画面で喋んないでください。大体誰だこれ歌ってんの。いや、ノイジーセルに決まってるだろ。知らねえけど。決まってるじゃないですか、ノイジーセルに。決まってるかどうかとか知らないですし。いや、2014年にサウンドプロデューサーパブロを迎えて作り上げたファーストミニアルバム Your Hands を限定販売して大きな話題になったノイジーセルに決まってるでしょ。よく喋るなおい。パップ所属の息のいいバンドノイジーセル。パップ所属ってなんかくせえな。プロモーションの匂いがするな。井村さん、サビ入るんでマジ黙ってください。何がっつりだな。そうやってよ、いや、お前が歌うんかい。そうて届けないようにと思った。めちゃめちゃ歌っとるやないかい。誰と空になっていつか輝くようにと多いて。そこは覚えてないんかい。ここで歌を放つ。お前が歌うんかい。ノイジーセル、サードミニアルバム、おい、ピーシーズ、ピーシーズ。いや、そこ間違うな。好評発売中。バッ、お前これプロモーションやないか。